バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いください。よろしくお願いいたします。すっかりね、鹿児島夏日より続いておりますが、ちょいちょい梅雨もね感じつつ、この時期になりますと聞きたい雨の歌なんですけれどもね、タイトルは冬の季語を使っております。女性心を歌いました。今夜の1曲目は陽子で片しぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる。夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪った。もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく。ただ懐かしい思いがそっと熱を帯びてゆくの、感じるほどに頭をよぎる。愛しいあの人の声。お聞きいただきました曲は陽子で片しぐれでした。たまにはですね、陽子もちょっと大人の女なんだぞみたいなね、アピールをしたい夜を作ってみようかななんて思いつつ、35歳大人じゃなかったらどうするんだっていうね、危ねえだろうみたいなそんな危機感もね皆さんに感じさせつつお届けできたらなと思います。と言いますのもね、皆さんが自然とね重ねていかれる年齢、実はこの命が終わる時に皆さん18歳に戻るらしいっていうねお話をちょっとお聞きしたんですけれども、そうなんだ、いくつでねこの命が終わったとしても18歳になるとしたらって聞いた時にね、陽子は、あ、青春時代が戻ってくるということなのかな、いや18って成人するって認められましたよね。まあなんかさ、こう18歳だって18歳って特別な年齢に感じるけど、私はリアルタイムの時には18ってなんか背伸びして大人になりたいみたいなね、結局子供だったなと思って青春時代を謳歌はしてないんですよね。むしろ今35歳の陽子の方が青春してるっていう感じなんですよ。子育てしながら自分がしたかった仕事、歌い手のね歌手の仕事ができて、皆さんに自分の存在価値を認めてもらえるというか、生きてる自分の力でって感じられるね、それが私にとっての青春なんですけれども、でもまあ一般的には青春っていうのはこう生きていきたいんだってね、まあ、もがいてる時代だから、まあ結局私もリアルタイムではいい青春時代をね過ごしたのかなと思いますけれどもね。なぜ青春のねこう話をねちょっと
してるんだって思われると思うんですけれども、娘がですね弁論大会の原稿を書いていたんですよ。で、私弁論大会の弁論を書くときっていつもね思いを持って書いてたけど、結構ね作文になってしまってたんです。で、弁論ってどういうことを書けばいいんだ、どういう趣で書けばいいんだって娘にアドバイスをするときにね、あ、そっか、私が歌詞を書くときみたいな気持ちでね望めばいいんじゃないかなってちょっと思ったんです。そしたらね、久々にようこう歌詞がねいろいろね湧き出そうな感じでね、歌詞メモをねもう作ってみたくなっちゃったりしてね、私の中でねもう二度と片しぐれみたいな曲は書けないんじゃないかなとか思ったり、恋してキュンキュンルンルンみたいな歌詞はねとか、片思い的なね複雑な乙女心は書けないんじゃないかなとか思ってたんですけれども、いやそんなことないわと、今回18歳にねいずれ戻るかもっていうね思いを持つと、あ、そうか、こんな気持ちでね歌詞を書くときは陽子を引っ張り出してくればいいのかみたいな感じでね思ったんですよね。まあさ、若い子供たち子供たちは若いんだけど、最近ね大人の中にいる子供みたいな方たちっていうか、大人になっても子供のままの方って結構いらっしゃいますよ。まあ、ある意味ねこう問題的なね方もいらっしゃるのかもしれないけど、私はその制作する上で忘れちゃいけないもの、自分の中で変に年齢を重ねちゃいけないものはあるんじゃないかなと思って、まあ、大事にしたい自分の部分もあるんですよね。だから今回ねちょっと娘のねその弁論大会の弁論を書く姿勢をねちょっと見てて、あ、そうか、私は常に歌詞を書くときはこういう自分も大切にしないといけないんだなっていうね勉強をねできましたね。そうそう、皆さんもねいろんな責任あるお仕事をされたりとか、家族を守ったり誰か大事な方を守るときってやっぱりねピシッとした気持ちになるときってあると思うんですけれども、自分をね甘やかしてあげられる、甘やかすためのこうご褒美時間は必ずしもこうお金をかけて贅沢するっていう考えじゃなくていいと思うんですよ。大人だからこそキャッハウフフするようなね童心に帰れる、そういう甘やかし時間を与えてあげると心も体もきっとね若返るんじゃないかなといい意味でね。そして誰かのためにね何か力になってあげられる自分を作り出せるんじゃないかなってね、まあちょっと簡単に説明している私の考えをね、だけど結構ね、あ、こういうことかなみたいなね出来事皆さんの中にもあると思うんでね、まあ、ぜひこういうことについても今後メッセージいただけると嬉しいですね。こんなこと思ってるけど陽子はどうなのみたいなね、あ、私はこう思いますよみたいな、そういうラジオの回もあっていいんじゃないかなと思います。てか私もっとメッセージ SNS でちゃんと募集しろよっていう話ですね、まあ、ちゃんと私もそこは仕事しますそれでは今夜の2曲目、陽子がね応援歌として歌詞書いております。陽子で Believe お聴きください。認めたら
お聴きいただきました曲は陽子で Believe でした。この曲ね、ミュージックビデオがあるんです。 YOKO 陽子鹿児島で YouTube 検索していただきますとご覧いただけるんですけれども、最後にねサウンドプロデュースでお世話になってるイッシーさんのギターソロがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。というのも私にとってイッシーさんのギターって海を飛んでる、海の上を飛んでいるような気持ちになれるギターなんですね。なのでぜひこの曲ドライブしながら、陽子の歌もなんですけれども、最後のどうだ弾いちゃってるぜみたいなね、このギターをね感じながら夏空爽快にね太陽を感じながら走ってほしいなと思いますね。陽子の曲はですね、私演奏したりとか、まあ、作曲はねできてない曲もアレンジに関してはもう最近のものはですねめちゃくちゃ口うるさくこんな感じでお願いしますって言ってますんで、こだわり抜いてますのでね、あ、陽子は意思にこういう気持ちで作ってって言ってたんだなっていうのも感じながらね聞いてもらえると嬉しいです。では今夜もメッセージいただいております。お読みいたします。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。陽子さんは何か楽しみにしていることはありますか？私はディズニーランド、ディズニーシーに行くことが楽しみです。コロナ禍で大変だと思いますけれども、ぜひ楽しみを見つけながら過ごしていきたいですね。陽子さんもハッピーにお過ごしくださいね。のんさんよりメッセージいただきました。のんさん、ありがとうございます。ディズニーランドもシーも最高ですよね。もう私もね、娘の受験が終わったらね行きたいよねって言ってさ、もう誰のご褒美って、私へのご褒美みたいな感じでね、このコロナ禍お仕事がなくて困っておりましたが、今からめちゃくちゃ働こうと思っておりますのでね、ぜひ皆さん何かしらお仕事、噛んじゃった大事なところ、何かしらお仕事ください。陽子待ってます楽しみにしてることっていうのは、今月で言うと鹿児島は5月29日に吉本新喜劇でね、狭間寛平さんの座長をされるね辻元さんとかいらっしゃるんですよね。もうさ、私見に行けないのね。なんだけど母と娘はね、以前2人で行ったことがあってすごく楽しかったって言ってね、もうドゥンドゥンしてたのでね、今回もね2人は見に行くんですよ。だから2人がね見に行って興奮してるのを、帰ってきて興奮するじゃん絶対、楽しかった、こうだったっていう話をしてくれるはずでしょ。してくれなかったら泣くよねそうだから、そのね話を聞くのが楽しみかな今月はね。そして、まあ、来月以降もね楽しいことは続くんですけれども、夏のねお仕事いただけそうなんですよ。久しぶりにね夏祭りを開催するので、まあ、コロナ対策ねバッチリしてね、なので歌いに来てくださいっていうね出演依頼の声がねかかりつつあるので、まあ、それはねめちゃくちゃ楽しみですね。どんな顔して皆さんに会えるかな、まあ、どんな顔して会えるかなっていう言葉遣いはさちょっと悪いことしたみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、そういう意味じゃなくてね、もうステージ上の自分をイメージしてるんですよ。きっとねニヤニヤが止まらないと思うの。もうニッコニコしてさ、写真撮っていただいても動画撮っていただいても常に目がない人みたいに、ね、なって歌ってるんじゃないかなってすごいねこう妄想して、まあ楽しみ膨らみますね。人生ね楽しいこといっぱいないとダメだよね、ほんとダメだと思う。だってさ、年齢重ねるとさ、人の痛みもさ、分かっちゃうから、もう分かっちゃうっていうのは、その、小さい頃も分かってるんだけど、より深く感情移入したりね、あーと思ってさ、もう一言聞くだけで涙がさ、溢れちゃうこととかもあるじゃないですか。だからこそ、楽しいことをね、いっぱいね、目標っていうか、通過地点に置いて生きていかないと、まあもったいないよね、一度きりの人生ですからね、ほんと。あ、そういえば娘が好きなさ嵐の楽曲にさ、歌詞にね、
一度きりの人生転がるように笑って泣いていこうぜベイビーみたいな歌詞があるんですけれども、私ねあれワイルドアットハートって曲かな聞いた時にすごいなって思ったんですよ。すごくさ軽快なポップソングなのに、でダンスもめちゃくちゃ可愛いんですよ、猫ダンスだからね。なんだけど歌詞は人生にね大事な教訓ばっかり入ってるんですよね。こんなね偉大な歌詞をアイドルが歌うとさらっと入ってくるんだ、すごい作戦だなって思ってね。陽子がさ歌うとさなんかちょっとどっかしみったらしかったりとかさもしかしたら先輩方から聞くとお前が何言ってんだよって思われちゃうんじゃないかと思ってね、あんまりねこう出さないようにしたりしてるんですけどね。とはいえ暑いのでね、あ暑いといえばそういえばね私の好きなねあのアーティストさんがね、もう大先輩ですけれどもね、すごい暑い男の人がいらっしゃるんですよ。暑い男だなと思って、でその方からね今ね言っていいのかな、曲作ってくれないかっていうね、歌詞を書いたからね自分の楽曲に新しい風吹かせたいから陽子ちゃん曲作ってよっていうメッセージをいただいたんですよね。めちゃくちゃ嬉しくて、えそうなの私に託すのって思ってさだって石井さんと仲いいから石井さんじゃなくていいのみたいなさまあそんなねことを思ったので、今ちょっとね曲を作る旅に出かけていて、今ねメロディーがね2パターンぐらい作ってたんですけれども、まあでも聴いてもらうには恥ずかしいからなかなかねこうまだまだなんですけれどもね、嬉しいですよね。とにかくね熱い人、心とかさもう気持ちが燃えたぎってる人、あ燃えたぎってるって鹿児島弁かな、もう燃えまくってる人がさよくじゃんって言ってお前も熱いだろみたいな感じでさ認めてくれるその一言がねすごくね嬉しかったですね。今日は番組の最初から青春を大事に生きていきましょうっていうね、まあ、青春を大事にっていうか生涯青春時代で過ごしましょうよみたいなね、よくこの暑さがねにじみ出ておりましたけれども、この夏もともと燃えまくってやろうと思いますんで、今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。バニラスカイはメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。いやあ、あっという間にエンディングではございますが、今日最後の曲ね、お聴きいただきたい曲があります。もうそろそろ始めますよとお伝えしております。陽子のカバー曲アルバムを作るためのクラウドファンディング。返礼の中にですね、返礼品の中に陽子の新しいデザインのタオルも準備しております。夏といえばこの曲タオルフリフリ、皆さんと今年もお会いできないかなと思っております。恋してルンルンのナンバーお聴きください。陽子でラブ。
いただきました曲は陽子でラブでした。今年の夏が終わる前にっていうね歌詞がありますが、今年の夏何するか始まる前に皆さん一緒に考えましょう。来週今年の夏こうしたいねみたいなね話ができたら嬉しいですね。多分鹿児島もそして沖縄も梅雨真っ只中だと思いますのでね、もう雨がじとじとね困るなってね、思う時期こそ夏の楽しみ一緒に話そうじゃありませんか。ぜひぜひメッセージリクエストお待ちしてますのでね、てか本当に待ってますよ。陽子宛てにくださいね、お願いいたします。まあ今年の夏はもっとね例年よりイチャイチャ過ごそうじゃないでしょうかっていうね感じのところで、かんだイチャイチャ陽子と過ごそうじゃないですかというねメッセージを皆様の胸に刻みつけてやろうと思います。今週も皆さんめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。いいですか？いいですよね。うん、分かってる。皆さん陽子もハッピーに過ごしますよ。ということで大好きなリスナーの皆さんにいろんなラブを来週もお届けしたいので、来週もお聞きくださいね。それでは皆さん一緒にせーの、バイバイハッピー。